はい。一緒に音読やっていきたいと思います。えー、っとですね、えー、時々、というか、ほぼ毎日、私はこの音読の動画をアップしてるんですけれども、えー、っと、この、えー、っとね、毎日1個、えー、音読してくださいというプレイリストの中に、だいたい200か300くらい入ってると思います。で、その動画の中から、順番にじゃなくても構いません。好きなのを毎日1個。平均1本5分。 ですね、でそれを日本語、英語、えー、あるいは日本語、英語だけみたいな時もありますけど、えっと、私と一緒に音読してもらいたいと思います。音読はの自分で1日5分何でもいいからやればそれで OK なんですよね。ただ音読のやり方っていうのがありますので、この音読のやり方、これ一緒におこれを音読していきましょうか。ちょっと私の音読のやり方は変わってるんですけど、まあ、これ一番リラックスしてできるので、ここから音読します。一緒に行きましょうね。ワン、3ー、スリー。 音読のやり方。同じものを繰り返し音読しない。読めないところは読まなくてもよい。発音に注意を払わない。声の大きさ、速さは自由。他の人の迷惑になりそうな時は声を出さず頭の中で音読する。音読の内容は何でもよい。音読をしたくない時はやらない。音読の順番に決まりはない。緊張してはいけません。頑張らないでリラックスして音読しましょう。 とというこで、でですごく楽です。<laughs> ものすごく楽です。ごごくく楽楽ものじゃあ今日の音読やりましょうか。この、えっと、プレイリストに入っている音読は、えっと、本当にこ,う、まあ、これ日本語が、えっと、ひらがなになっていますけれどもあの幼稚園のお子さんひらがなしか読めないカタカナまだちょっと難しいというお子さんの音読にも使えるしそれから英検一級以上の方 の音読にもも使ええまますっ、えっとだ誰がやっても構いません英検1級以上の音読になるとかなり難しくなりますがそれを幼稚園のお子さんが聞いても全然問題ないです。あの音読はできないとは思いますけれどもただただ何て言うんでしょうかバックグラウンドミュージックのように流しておく,でおくだけで大丈夫です。1日5分ね、えー、ご飯食べてる時とか。 テレビ見てる時に一緒でも構いませんよ。もう一緒にごっちゃになっちゃったって構わないんです。その方がもしかしたら小さいお子さんは実は吸収するかもしれない。効果があります。ないっていう人もいますけど、私は今までの経験上絶対あると思ってます。じゃあ、えっと、一緒に読みましょうか。これ何してるのから一緒に読みましょうね。1、2、3、何してるの w h a t you doing? これ、w h a t you doing? ですよね <laughs>、はい。大丈夫だよ。心配しないで。 It's all good. Don't worry about it. ちょっと待ってね。半音の e c 本当に信じられない。For real?Can't believe it. やるじゃん。Nicely done. いいね。それやろう。Sounds good.Let's do it. どうしたの ?What's up? ちょっと待って。なんだって ?Wait, what? これで 本気、これって本気なの ?I'm serious?、えー、誰でも知ってるよ ?Everyone knows that. まあしょうがないね。Well, it's. ごめん。Well, it is what it is. そんなことないよ。No way。わかるわかる。I feel you. 知らなかったよ。I had no idea. こんな簡単なやつも、例えば、I feel you ね。これ私使わないんですよ。わかるわかるで。使わないんですけど、ああ、こうも言うんだって思えば、あの、外人さんが、I feel you って言った時に、え、何言ったかわかんない。でも多分,分、わかる君だったんだろうなって今まで思ってたのが <laughs>、これだったんだなっていうのがわかるんです。だからこれはね、えっと、小さなお子さんの英語でも、え、えまあ、こう、吸収すること。 覚えることいっぱいありますね。知らなかったよ。I had no idea. これ聞いたことありますよね。気にしないで。Don't sweat it.Sweat. これね。これね。<laughs> この間通訳した時にこれ出てきました。だから、だから、No sweat today! って言ったら You go first! って言われたんですけど。えっと、また後でね。Catch you later! マジで嘘でしょ。Seriously?No way! 全然 OK だよ。It's totally fine. いけると思うよ。I think we got this.We got this って言うんですよね。これもね、勉強になりますね。確かに分かるんですけど、自分では使わないお腹すいた。I'm starving. なん,か聞きなんか聞いたことある。That sounds familiar. 悪くないね。Not too bad. あ、ちょっとバじゃなくシャビ。Not too shabby. 確かにね、シャビもあります。信じられないくらい最高。u n b e l i e v a b l y awesome. これでいいんじゃない d o e s this work? とにかくやってみよう。Let's just give it a shot. もっと、ちょっと待ってよ。hold up a minute. あんまり使い慣れないから読みづらい。お疲れ様。Uh, good job, man. やっぱりそうだったんだ。I knew it. 心配しないで大したことないよ。Don't worry, it's not biggie.It's no biggie. ああいうわねこれね、it's no biggie。ちょっと古いのかなこれって。どうなんでしょうね。<laughs> 絶対そう思う。I totally agree あ。あさっきやったのこれね。I totally agree.